レイワロマンはやっぱ吉本も強みでしたと思ってね。10番で漫才しないとダメなんだ。つかみでどういう人か分からすってだけなんです。あれ意外とめちゃくちゃ大事だよな。分かる。いやいやいや、これはこれは。お疲れ様です。お疲れ様でした。王者として1年間あ、そうさ、ありがとうございます。素晴らしい。いや良かったですよ、正直。ちょっと安心しました。焚き火これも出たかったですし、うん、相手が誰になるんだろうっていう。え、これ出たかった。いや、そのやっぱ出てかっこいいって言われてるやつずりーなと思ってたんで。かっこいいって言われるのこれ。わかんないですけど。忙しかったんじゃない。いやー、ね、ーそうっすね。振り返ると河本くんばっか出てたな。出てないんですよ終盤終盤あいつ出てないんですよ、だんだん M1 行きましょうか、うん、こちら今回の M1 マイベスト漫才は。以上なんかあった、決勝のマイベスト漫才。まあ令和ロマンがやっぱ優勝してるから、うん、意外とこういう時言われないけど優勝したやつが一番いいっていうのはあって。令和ロマンはやっぱ吉本の強み出てたなと思って、はいはいはい、なんか競技用のネタ作るやん、みんな、はいはい、100m いかに速く走れるかって、はい、ただそんな中さ、長距離用で緩く抜くとこも、そうですね、だからそれだから営業用でじいさんばあさんにも起きるようなとこポロって言ってたりとか、うんうんうん、はいはい、うちの吉本の社員でいるんですわとか、ああいうくだりとか、はいはい、あんなもん誰でも笑うやん。そうですね、はい、そこを入れながらちゃんと競技用のボケも全部入れていくから、はい、オールマイティーでうまかったなと思ったけどな、はい、結局さ、もう M1 の傾向やけど、はい、俺いつもなんか漫才のシステム、はい、システムとリズムフレーズ、はい、と人間性みたいな、はいはい、分けてんねんけど、やっぱ人間性のやつが強いね。うん、そうすね。ウエストランドもそうやし、錦鯉もそうやったし、はいはい、レバロマンも分かるし、はい、あいつのキャラクターも一撃で、はい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 、やっぱもうヒューマンだね。そうっすね。ヒューマンで漫才しないとダメなんだ。もうそこは絶対いりますし、あとやっぱ僕も、まあ、今年忙しくさせてもらってライブもそんな出れなくなって、うん、若手のネタとかそんな見なくなったりすると、うん、M1 の予選の見ててもやっぱ知らない後輩とか圧倒的に多いし、うん、それで見ると何も分かんなかったりするんですよ。そいつら結構当たり前のように、うん、なんかご存知みたいな感じでそのキャラでやってるけど、うん、分かる分かる。トロサーモンさんとかもそうですし、マジラブさんとか錦鯉さんとか、うん、もう本当のつかみでどういう人か分からせてたじゃん。ちゃんと、まあ、こんなになるんですか、丁寧にやってるというか、うんうんうん、頭の良くなる本を買ってよ、読めよとか、あ、この人おバカなんだとか、うんうんうん、もうマジラブさんも野田ですのあれで分かったりとか、うんうんうん、知名度あったりする人でもちゃんとそこをやってるんだっていうのがあると、やっぱキャラがどんだけすぐ伝えるかっていう。そう、飯だよね、はい、あれさ、こう顔のくだりやってたやん、はいはいはい、こいつはこれでみたいな、はいはい、説明してたやん、はい、あいつあの時まだ手抜いてたけど、はい、どっか関西の、はいはいはい、ショーレースやってた時やってんけど、はいはいはい、すごかったで、あいつ相方の髪ガッて掴んで響こうさ俺注意してもうそれやめやんか関係ないよ、そこ掴むところは。だからあれを掴みに持ってきて、ああいうなんか感じの、ああいう喋りのやつっていうのを意外とすぐ分からせれたんでしょうね、うん、逆にそのクラゲとかは面白いことも言ってるけど、まあ僕もそんな関係性ないから、うん、おじさんって言ってももっとおじさんもいるしなとかになっちゃったりもしたのかなっていう。衣装とかも含めですし、うん、すごいセットじゃないですか M1 って、うん、あそこでの見え方もありますよね、うん、あるね、表情も含め含め全部ね、はい、いや僕らがめちゃくちゃありがたかったのは、うん、爆笑問題さんのスタイリストさんにもう M1 の時とか無償で衣装借りて出てたんですよ、予選から、うん、で決勝もその衣装を借りて出てたんで、うん、やっぱライブ衣装だとめっちゃ地味に見えたりとか、まあ、トロサーモンさんとか派手なもう赤のパンツとか出てたじゃないですか、うんうんうん、あれ意外とめちゃくちゃ大事というか。でヤーレンズもライブずっと一緒にやってましたけど、うん、初期はあのスカーフしてお揃いでとか、あのもちろん面白いしあれですけど、ちょっとこう透かしてる感じに見られちゃいそうというか。なるほど。ある日奈良原さんがあんな短いなんかスーツにしてベッカム部屋にしてきて何があってやっぱあれでなんか変なやつ感伝わったし、なんか吹っ切れたやろな、どっかで。多分それはあると思うんですよね。ノンスタの石田はいとかザキヤマさんとかをなんかミックスさせたようななんかひょうひょうとしてずっとボケまくる、ね、俺数えてたけど37個ボケたよく数えましたね。いや数えた、もう何個やんねんこいつと。なんかさやかとか見てたら、はいはい、なんか
もうちょっと俺ももう一回考え直さなかなと思ったり、あのネタ知ってたのよ、ちょっと漫才劇場でちょっと見てて、どっち1本目2本目どっち、2本目2本目の方、はい、3組のことはやろうと思ってるんですと、はいはい、で次の出番やったから、じゃあ見とくわ、はい、いや見といてください、久保さん の、 あの YouTube の生配信毎年見守ってみるの楽しみなんでって言ったけど、はいはい、分かったって言ったけど俺は見てしまったのよ、はいはい、いや絶対こんなネタすんなよと思ってたけどでけどね、はいはいはい、でもこれってさ、人が面白いとか面白くないってさ、はい、俺たちもそうやん、最初受けへんかったけど、はい、おもろいの突き詰めてしたらどんどん1人2人3人って客増えていってるわけやん、はいはいはい、でもあそこまで名前あるやつがまだそこやって、うん、最後の3本、残った3組でもう一回あれやるって、うんうん、こっちめちゃくちゃかっこいいなと思って、いやそうっすね、うん、やっぱでもどうなんすかね、ああいうネタとか、まあ、壁ポスターとかもそうかもしれないですけど、その集中力というか、やっぱ聞き逃せない感というか、でなんか変に張り詰めてもいるから、お客さんとかもなんか時代的なことかもしれんけどさ、はい、合ってるか分からんけど表現が、はい、感情の起伏ってないとやっぱ難しいかもな、いや、まあ、言いたいこと分かる、はい、分かります分かります、はい、だからむずいっす、まあ、もっと言うとキングオブコントもやっぱ叫ぶの多かったなって思ったんですよ、でも淡々とやる、まあ、芸風というか人たちもいるわけじゃないですか、うんうんうん、まあ、M1 でもそうですけど、うんうん、そういう人がこう勝っていけるのかなとか、特に漫才で、うん、むちゃくちゃ思うな俺も、わーなんとかっていうのをやっぱ待ってる空気もそうなのよね、あるじゃないですか、あのダンビラムーチョも歌って一発目のツッコミ、うん、まあ、芸風的にですけど、うん、そんな強くは言わないというか、その、うんうん、ジャグラーとかまでは言わないわけじゃないですか、うんうん、でもなんかみんなその感情のすごブレを満たさすぎるのかもしれないですね、うーん、なんかね、いろんな漫才が優勝してほしい気もするんですよ、ね、するけどな、はい、ただやっぱ音階でドレミアスラシドだけあってさ、はい、ドとレだけで、はいはい、まあ、ちょっとどうかなと思うね、まあ、聞いててもそうす、ね、他のやつはさ、はいはい、ドからレで急にファ入ったりとか、はいはい、C とかさ、え、なんでこれ、ってなるやん、それが面白かったりするわけ、はいはいはい、淡々とした波の音っていうのはなんかどうかなとは分からんけど、僕があそこにいて思ったのは、当然お笑い大好きな人たちもいる、でその人たちはもう知った上で見るし、なんかこう知らないライトな層の感じもある空気で、で男の人がめちゃくちゃ M1 って多いじゃないですか、観覧番組の観覧だと考えたらもう圧倒的な男の人多い、他の番組に比べたり、まあ言ったら他のショーレースと比べても、なんでああいうなんていうんですか、本当にひりつく瞬間生まれるし、うん、爆発した時は、うん、低い笑い声と高い笑い声がマッチして本当に爆発してる感じが、うん、まあ M1 がそれ意図してやってるか分かんないですけど、うん、知らずに見てたらこれ伝わりきらないかなって、キャラクター分かんないかなっていうのもあったり、分かる分かる分かる、逆にそのモグライダーとかだったら知りすぎてて、うん、もっとこうしてくれって思っちゃって見る人もいたのかな、ハードル上がっちゃってるっていう、そうですね、はい、みんな準決勝でやったネタをそのままやってるのか、それとも少し改良してるのかな、令和ロマンも違うネタやったとかだった、それは聞いた、すごいよね、であとはみんな概ねやっぱ一緒で言ってんじゃないですかね、ちょっと変えてもよかったね、いろいろ、だからそこですよね、どうだったんですか、トロサーモンさん行った時はもうそのままやっ、うん、変えてるよ、あ、本当何個かも変えてるし、はいはい、そうそう、和牛対策してたから、あ、なるほど、そうそうそう、和牛がね、旅館のネタやってくると思って、はい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 、先に旅館のネタしたし、本番変えるある程度勇気というか、それもないと、まあいるよな絶対、うん、もう俺はもう正直、はい、本戦の人より敗者復活戦の人たちの方がすぐ面ついて、うんうんうん、エバース、あ、はいはいはい、面白かった、エバースって子たち、敗者復活が今年からその屋内になって、うん、すごい盛り上がりというか、そう、あと鬼とシミチェム、はいはい、とトム・ブラウン、トム・ブラウンもすごかったっすね、トム・ブラウンがいかつすぎた、はい、俺一応14年連続敗者復活行ってるけど、はいはいはい、そうか、あのスピードでやると、はい、もう広場もでかいし、お客さん多いから、はいはいはい、スピードとテンポ合わない、はいはいはい、っていうのがあるけど、でもあれ決勝でしたら行ったんじゃないと思ったりしてて、はい、まあそうっすよね、いや確かにトム・ブラウン行くんじゃないかってちょっと思ってましたね、うん、あのネタ事前にも知ってたんで、あいつらにしかできないネタじゃないですか、もう聞きたいね、いやすごいっすよね、完璧、あれ台本に書いたら何も面白いこと言ってないどう書いてるんでしょうね、プシュンチュンチュンチュンとか書いてんのかっていうことになりますけど、感覚やもん、天才なんだな、そう、もう早速だからあの漫才のプシュンシュンシュンとかあるやん、はい、あの下りを
誰かがそのデモみたいなテープ取って、はいはい、DJ みたいなかけてラップでやってるやつ持った。あシュンシュンシュン、俺はこの街シュンピュンシュンみたいな。すごい。あ、そんな使われ方、そんなサンプリングされてるんです。もうサンプリングされてる。確かにあれ決勝でやったらとんでもないインパクトを与えてたんでしょうね。俺はもう生配信の時言わへんかったけど、はいはい、ずっと溜めてたことがあって、はい、敗者復活の審査員おるやん、はい、優勝したやつ全然いいよ、はい、文句言うつもりもないねんけど、獅子頭も面白いよ、獅子頭にするつもりもないけど、はいはい、なんで獅子頭をカメラアングルで右から抜いて、まあ で、ね、はいはい、でっかい画面映って、はいはい、それは笑って、はい、まあそうなんですよね。1500人1600人だもん、うん、後ろの人見えないもん、画面映ってハゲ、はい、その横で上からこう見てる、はい、そういうくだり笑うって、まあそうね、ただこれ本番でないやん、そうこなんすね、本番ででけへんやん、はい、僕らもあそこの会場で前日やったじゃないですかね、ライブやった、でっかいモニターあるっていうのはまあ分かってたんですけど、 そこってどうなんでしょうね、なんかね、そこも協力してみたいになっちゃってるっちゃなってますね。そこは分かって、はい、そこじゃない方がいいよって俺は思ったの、まあ、審査の段階で、そう、まあそうですね、だってその日一番会場を笑かしたやつじゃなくて、はい、その日一番優勝するやつを選ぶ敗者復活戦なんでしょ、うんうんうん、だから夢があるのに、うんうんうん、だからあの大画面システムはもうやめた方がいいと思う。確かに、まあそれはなかったですね今まで。ないやろ、はい、あれはちょっときついかもしれない、うん、どうなんですか久保田さん的な決勝敗者復活違うネタやるとか、うん、一緒のネタやるとかもう放送されちゃってるじゃないですか敗者復活も、あれでどうなんですかね。俺それ関係ないと思うけどな。まあそうっすね、しかしたらもう、まあ、歌ネタの人が多かったからネタ変えたと思うけど、後悔するために行くわけじゃないやん。まあそうっすね、もう何もかもなくなっていいと思うんだったら、はいはい、一番強いやつ持っていくべきだと。まあそうっすね。もしさ M1 チャンピオン大会っていうのがあったら出る？うわーすごいことだな。でもまあ僕らなんて、まあ中では末端の方だから、まああるとなったら出るしすかね、うん、出たよね。俺も出たい。そうっすね、うん、あそれもちょっとでも本当に気になるというか、僕、うん、今までは毎年いいネタできたらそれを M1 でやろうっていうのがあった中、うん、今年いいネタができた時に、うん、M1 ないぞこれどうしようと思って、うん、M1 の予選なんか本当にしんどいし嫌でしたけど、うん、これどこまで通用するんだろうとか、うん、連覇したことないやつ、あ連覇したやついないしなとか、うん、M1 ちょっともう一回出れるな、出たいなっていうぐらいになってて、分かる分かる、でいろんな方に話聞いてみたんですよ、うん、そしたらそれはザ・漫才とか演芸でやりゃいいんじゃないっていう人もいれば、うん、いやいやそこでやったって、うん、全然満たされないよ結局はっていう人もいて、結局だから M1 は出られなかったんですけど、久保田さんとかもやっぱ勝負したくなって、したいよそんなの、アドレナリンしか出ないよ、もう刺激が欲しくて仕方ないんだから。まあそうっすよね、あそこを超えるやっぱ刺激はないっすもんね。ないよ、だからもう俺だってもう戦闘民族やねんって。いやでも本当にそうなると思います。年取って落ち着くのすごいことやろ、戦える力がないからもういいやと思うわけで、はいはいはい、まだみなぎって歩けるし毒吐けるし炎上もできるわけで、はいはい、力は有り余ってるから、そういう場所が欲しいってことだけよ。太田さんがザ・セカンドに出ようかって腕ぶん回してましたけど、最高だよあの人は。ロックとかでも一瞬待ってジャンプ。そしたら田中さんが横でもう漫才やりたくねえよって、これ以上漫才やりたくねえよ、本当にやりたくねえんだろ。初めて見ました田中さんの魂の叫びみたいな。相方以外で組んでみたい芸人は、漫才を、はい、そうやってるってイメージじゃない人とやってみたい。例えば、まあ、有吉さんとか、おー大津さんその時日本酒かバーッと飲んで喫煙所のとこ呼ばれて、で一言だけ言ってバーッて